一般格構造文法とは自然言語の統合論と意味論を記述するためのフレームワークである。GPSG はジェラルド・ゴスターが1970年代後半に開発した。他にユアン・クライン、イヴァン・サグ、ジェフリー・プルムといった研究者がいる。彼らの著書ジェネラライズドフレーズ・ストラクチャー・グラマーは1985年に出版され、 特に英語への GPSG の適用に関しては、決定的な文献となっている。GPSG の主たる目標の一つは、自然言語の文法を文脈自由文法で記述できることを示すことであり、そのための便利な規定をいくつか用意している。それは、宣伝された蘇生構造体系、文脈自由文法の生成規則を生成するための、いわゆるメタ規則などである。 GPSG はさらに公文的記述に意味論的注釈を加え、それを文の公文機から合成的意味を求めるのに使う。ただし、このような拡張によって公文解析アルゴリズムの計算量は通常の文脈自由文法よりも増大することが指摘されている。ジェラルド・ゴスターや他の多くの言語学者は自然言語を文脈自由文法で適正に表現する。 ことはできないと主張している。GPSG は生成文法に対する反応の一つとして生まれた。実際、GPSG での文脈自由文法への記述能力の拡張は変換を上調にすると言われている。GPSG での文法的な発明の多くは主軸道区構造文法へと受け継がれた。ありがとうございます。